こんにちは、みのです。こんにちは、なつきです。こんにちは、りくです。今日はですね、車の中で撮っております、はい、今日はインスタでね、募集今からするんですけど、した質問とかも雑談とかをしながらライブするよね。また新しい企画じゃない？そうだね、うん、それでは早速行きましょう。はい、それではスタート。ストロベリーフラペチーノ一つと、はい、ストロベリーフラペチーノ一つ、あとアメリカンワッフル二つで。アメリカンワッフルは温めますか？お願いします。頼みました。ここに食べ物、みんなもスパワーフリカトースト、写真を撮影中です。出します。今あげました。三姉妹に質問くださいって。お、3人の共通点は、一番初め共通点、ママわかる。何？メイクが好きなところ。うん、メイクが好きなところ。そういうメイクが好きなところって聞こえた。違う、いっぱいあるよ。何？お風呂一番に入るのが嫌なこと。たまに一番がいい時ある。疲れてる時は一番がいい。一番しっかりしてるのは誰？じゃあ、これはママに。ルイカ手あげて。え、しっかりでしょ。うん、え、ルイカ。え、やばいって私でしょ。っていうか、学校の準備とかすごいもん。ね、そういうところ。そう。私？私あんた忘れ物して夕方帰ってきて、あ、これこれ忘れちゃったからこれ持ってかない。あるじゃん。何か一回もないの。まあまあまあ。何型ですか？O 型です。 AB って、はい、メイクは誰から教わりましたか？ YouTube あとは自分でいじってた。メイクは YouTube。ミミナさん、毎日メイクのやつエチュードハウスのクッキーなんとかっていうアイシャドウ欲しいって言ってさ、パパにおねだりしてた。何歳ですか？15歳です。14歳です。10歳です。で、8月になったら16歳です。15歳です。11歳です。はい、3人で一番寒がるのは誰？3人で私は寒がりで暑がりです。で、誰だろうね、耳じゃない？かもね。わがまま、わがまま。三姉妹で喧嘩したことありますか？三姉妹で喧嘩したことあるよね。あるね。三姉妹での方が多い気がするけど、みんな的なことはなくない？ルイカ対夏耳とか、ミミ対そう、こことか夏ルイカとか、なんか誰かが誰かをかばったりして3人でわーみたいになるのもあるけど、あるでも一人一人敵はなくない？あるよ。ある。何？この2人が喧嘩してさ、一人が、なんか両方の味方しないで怒ってるとするって3人で喧嘩になる。勝手に怒ってるだけじゃない？そうなの？あ、まあまあ3人じゃ、それ3人じゃ、まあまあまあ、3人じゃ、まあ、3人じゃ。じゃあ一番好きなアニメを。じゃあ最近じゃあ見てるでしょ。ワンピースを一番初めから見てます。マジでめっちゃ。てか、なんかアニメ前は呪術回戦。あ、今終わっちゃったもんね。私最近は評価っていう、なんか謎解きみたいなアニメを見てます。おすすめのシャンプー、せーの、理由、せーの、なっちゃったけどね。あれめっちゃいい匂いする。みんなヒロアカ見てる？ゴキまだ見てないですよ。ワンピースずっと見てるから。でも見てるよね。誰推しですかっていう、ヒロアカは誰推しかっていうふうに。いや、私これ決めれないんですけど、ちょっと佐々木くんとかっちゃんかな。同じだ。あ、一緒？おー、佐々木くん。
生に。ねえ、うん、出会ってたね。一番ママっ子なのは？せーの、レイカー。レイカーってそうなの？スエッコ？そうなの？ママママって言ってる自覚ある？あるんだ。三姉妹ママにパパに。最近私ママにって言われます。その時にパパにたまに音階とか行ってもらってるんですよ。それで目元がパパにそっくりって言われます。そうだったの？そうマスクしてるじゃん、うん、だからなんかそう言われる。確かにね、ママではない。うん、レイカはパパにです。パパにだね。家で一番ダラダラしているのは誰ですか？せーの、レイカー。え、家でだよ。レイカ活発じゃん、ずっと。どういうこと？活発。お父さんと一番仲いいのはなんて。せーの、ルイカ。レイネも仲いいと思うよ。じゃあパパがね、いつも構って構って構ってくれるのがルイカのだけなんだよ。じゃあミミが一番構ってあげてないの。だからミミではない。でも別に仲悪いわけじゃない。そう、今日もスタバ飲んでるのかなってきましたよ。うん、飲んでます。お気に入りのブランド服か。なんでもいいんじゃない、全体的に。あ、じゃあさ、コスメと服で教えてほしい。コスメは私はマック、リップが大好き。なんかリップとかアイシャドウとかで変わらない？あ、分かる分かる。アイシャドウは最近ディオールが好きで、マックはやっぱリップはマック。リップはマック。上可愛い中度とクリオだ。服はショップリストさんの服が好きで。ショップリストさんってさ、ショップリストだからさ、エリートレディっていうとこなのかな。ショップリストの中でもそこかな。最近ジェイだ。うん、確かに。パンパンとか可愛い。マージーとか。わかるわかる。レイカは？レイカなんだかな。ザラな。ザラってさ。サバで一番好きなものは？これ好きかも。ワッフル美味しかった。うん。あとですね、冬に出たなんか白いマシュマロが入ってるスタバのやつ、めっちゃ美味しかったです。私はね、大学芋のやつ。うん、どういうか？ココア。だね。あとスコーン。うんうん。髪の毛染めるなら何色にしたいですか？インナーアッシュグレープ。かわいい。どういうか？あ、そうなんだ。それかピンクとか言うかと、ね、ピンクが隠れちゃった。いや、なんだ、うん、かわいい、ね、かわいいよ。かわいいけど、派手。うん、確かに。何かに待ってことマイカラーありますか？んマイカラー。マイカラーイメージカラーってことかな。お皿の色しか覚えてない。紫。耳は水じゃん。青とか。ピンク黄色。ピンクメイク初心者でも使える化粧品を教えてほしい。キャンメイクとか。それな、セザンヌ。うん、プチプラなもので試して、色合い自分に合うの試してから、ちょっと高いの買った方がいいかも。それもね、キャンメイクとかはそのメイクする手順とか後ろに書いてあったりするから、あ、セザンヌとかも書いてあるよ。だからそれ見てやったらいいと思います。これすごいよね。一番の泣き虫。せーの、ルイカ。映画とかでもすぐ泣くよね。しんちゃんでも泣く。しんちゃんも泣ける。ドラえもんも泣ける。え、ワンピース見たらもう号泣だよ。見てたね。うん。自分の子供に名前をつけるなら、どういう名前にしたい？私、二文字にしたいな。わかる。男の子だったら4文字。ルイとかゴモとかなんか作る。なんか、ちっちゃい。あ、ちっちゃい。なんか作る。ルイカ。女の子だったら、アイカ。おー、かわいい。なんで？なんとなく。あの、アイが作るから。あー、絶対。アイカ作るのかわいいよね。かわいい。私も二文字がいいな。両方？あ、両方とも？まあ、わかんないですけど。はい。はい。飴をすぐ噛むの、誰？え？はい。私、沈めちゃすぐ噛んじゃう。うん。ちょっと舐めたら、カリってやっちゃう。もうすぐやっちゃう。奥までかかり。そうそう。みんなやるらしいです。みんなやります。お気に入りのアイシャドウだって。クリオか。うん、
エチュードかセザンヌか。なるほどね。私はファンの方に伝えたズーシーのなんかめっちゃ可愛いアイシャドウ、あとエチュードのブレイカラーアイズのパンのやつ、あれ可愛い、ね、耳からさクリスマス交換の時のアイシャドウもらって、うん、ロマンドのなんかオレンジのやつと、あとエチュードハウスのこういう形のやつ、うん、あチョコ見て、チョコ見て、そうそうそう、あとディオールのやつを使って、じゃあラストでいいかな、うん、もうそろそろ着きそうだし、どう飲み物も、まあまあ、まあ、私飲むの遅いんで、そうだね、遅いんで、リカもないね、はい、じゃあラストにいたしましょう、じゃあママさん最後、いいよ、いしょ、じゃあ最後これにしましょう、お風呂じゃんけん最近してる、お風呂じゃんけん、お風呂最近はですね、はい、順番を決めました、はい、してません、してません、次の日が休みとかだったら私が一番好き、はい、平日は、平日はちょっと学校があって朝早いから、ルイカ私に入ってます、じゃあ以上です、皆さんたくさんの質問ありがとうございました、ありがとうございました、帰りにマックに寄るのでその時にまた回したいと思います、じゃあ一旦バイバイ、はい、今買い物が終わって、マックを帰り道買いました、はい、アルコールしたね、はい、じゃあ照り焼きバーガーです、おー、ダブルチーズバーガーです、大事なこと言い忘れてる、一回探しいただきます、久しぶりに食べた、マックで注文するリストを教えてください、チキンフィレオとナゲットと、うん、草原みたいです、私は照り焼きと枝豆ポンと草原みたいです、ほうほう、リカさんはダブルチーズバーグとナゲットと白ぶどう、おー、ちょうど着きましたのでここで終わりにしようかな、あ、ちょうど食べ終わった、初めてじゃんドライブ動画は、そうだね、うん、あ、そうだね、初めての挑戦だったんですけど楽しかったです、お出かけの様子じゃなくて車の中の様子、うんうん、新しい感じでした、はい、マックもスタバも美味しかったです、質問もね、インスタもたくさんありがとうございました、せーの、最後まで見てくれてありがとうございました、それではバイバーイ、バイバーイ。